皆さんこんばんは。今日のゲーム紹介動画4本目は、ザ・虫捕り王国。ということでね、このゲーム、また持ってる人から連絡が来まして、懐かしいっすね、お母さん、このゲーム、つって。あの頃よく遊んでましたよ、つったから、あ、そうなの、つって、このゲームコンプリートした後も、割といろんな虫を捕まえたりとか、いろいろなんか、マップみたいなのをコンプリートしたりとか、なんかいろいろアイテムもコンプリートしたりとか、いろいろやり込み要素ありましたよね、だから、そうだっけみたいな感じで。てか、最近起動してないからさ、起動してみればいいんだよね。ソフトが多分入ってたはず。これで入ってなかったらごめんね。ちょっと待ってね。片手で開けるのごめんなさい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。片手で開かなかった。あ、ソフトはちゃんと入ってたよ。入ってた。閉めるのは片手でもいけるんだけどさ、開けるの。でも、きっちり閉めてなければ片手で多分開けられると思うんだよね。ちょっと待って、開けてみる。開かないんだね、片手だと。片手だと開かないようになって。利き手だったら開くかもしれない。それとも片手で開かないようにできてるのかな。開くけど、あんま、片手で開けるもんじゃない。パキッと音がした。なんて話してんだよね。でも片手で開けようか、両手で開けようが多分関係ないと思う。気にしないでください。それでは今日もありがとう。また明日もよろしく。